て、会を始めさせていただきたいと思います。オスプレイパッドいらない5周年報告会、まずは開会の挨拶をヘリパッドいらない住民の会から伊佐正嗣さんにお願いいたします。あ、皆さんこんにちは。去年もいっぱいでしたが、今年もこんなにたくさん集まっていただきまして本当にありがとうございます。政府は相変わらずこの基地の押し付けに、一生懸命のようです。今日も午前中は県庁にいらっしゃったんでしょうかね。ちょっと、私忙しくてちょっと分からなかったんですけども、まあこんなに沖縄がオスプレイいらない、辺野古もいらないと言ってるのに、それでも押し付けてくるという、これにはやはり、この軍事同盟があるということです。5月に新報と毎日新聞ですかの世論調査がありますけれども、日米安保条約についてどう思うかという問いにですね、支持すべきだが 15.8%、 平和友好条約に改める 55.4%、 破棄するべきだ 15.5% となっています。友好条約に改めると破棄するべきだを合わすと 70.9% になっているわけですね。沖縄の世論はもう日米安保を破棄してなくして、米軍を追い返した方がいいんじゃないかという、そういう流れになっていると思います。私たち本当に普天間が動かなければ非常に困る。ならば安保を破棄すれば、片方の国がですね、安保もいらないと通告すれば、1年後にはこの安保が効いてですね、基地を撤去できるということがあります。もうこういうふうに私たちは方向を明確にしていった方がいいのではないかというようなことも含めて、今日のヘリパッドいらないもですね、安保がなければ私たちのやんばるの森も軍事基地から平和な森に生まれ変わる、そういう気がします。この米軍の駐留経費が今年間で7000億円という莫大なお金になっていますけれども、そういうお金を本当に今困っている、原発で困っている福島などに回すとかですね、お金の使い道いろいろあると思います。もう軍事基地よりも平和的にお金を使う、そういう世の中になってもらいたい。今日もたくさんの子どもたちがいますけれども、もう基地はいらない、この子どもたちには、の上空からは危ない飛行機は飛ばせない、オスプレイは飛ばさないということで、ヘリパッドいらない住民の会も今年はオスプレイパッドいらないというふうに、会も今年はやっていこうということです。ぜひ、最後まで、楽しんでいってください。今日の講師も素晴らしい人たちがいます。歌も踊りも準備していますので、最後までどうぞお付き合いください。どうもありがとうございました。海外挨拶、オスプレイパッドいらない住民の会、伊佐正嗣さんからご挨拶でした。ありがとうございました。